まいものはないな。たまに出口が分かんなくなる。さて、うわ、どこ見て歩けんだ。お、子供早い。子供は少女だ。俺は少女、うん、さあどうぞ近くで見てください。欲しいもの全部取り揃えてます。見ろよ、ミスター腰抜けの登場だ。ミスター腰抜けの登場だ。半端ないね。これか、この船か。こいつか。今日買えるものは今日中に買わなきゃ損だろ。どうも、俺はスクルスの集金人なんだが。スクルスだと？あんな不作法で字も読めないバカと取引などするか。スケリッジにヤシの木が生えたら支払ってやる。スクルスと揉めているのか。蜂蜜を輸入しようと思ったのさ。お粗末な思いつきだったよ。関税がすごいのは何の。だから税金の半額分を差し引いて野郎に払った。とにかくスケリッジにヤシの木が生えない限り。ああ分かってる。ヤシの木はスケリッジにも生えている。さあ払え。そんな、ならば支払うしかないな。信用所でもいいか。リバルディの銀行で換金できる。いいだろう。今すぐ行くよ。どうも。ではゲラルト、調子はどうだ。解決したぞ。信用所をくれると言っていたビバルディの銀行のお墨付きだ。よくやってくれた。それで俺は誰を倒せばいいんだ。ある人を見張るだけでいい。刀鍛冶で多分顔見知りだ。エイブヒやハットリか。大金を騙し取られそうになったことがある。雇われてるのか。そうとも言える。ノビグラドでの鍛冶屋の独占を何とかしようとしてる。立派なこったな。お前が保証するってんなら断る理由はない。仲間を連れてくる。そうしたら行こう。驚かせるなよな。待ってて。飲もうぜ。もうすぐ夜だ。ミスター登場だ。まだ10時半だよ。寂しいだろうね。ゲームの中。ここは悪臭がする。海に戻ろう。よいしょ。なんだこれ。割れたオール。オールオッケーって感じ。服部。オブナ、さっき無断で食ってたよな。なんかこの料理な。うまそうだな、やっぱ。お、いるじゃん。スクルス。海賊住んじゃってんじゃん。いやあ、服部。スクルスが来たようだな。話はついたか。ああ、卸値で何本か斧を売ることになったが、安いもんだ。ありがとう。ようやく剣の注文を受け始めたのか。残念ながらまだだ。調達できていない材料がある。ああ、エルンスト・バンホルンが独占してるんだろう。そうなんだ。廃業する刀鍛冶から安く買い上げて、リースみたいに倉庫にしまい込んでる。だがお前が、いや、絶対に同意しないだろうな。何に同意しない？バンホルンが材料をどこに保管してるか知ってるんだ。一生かけても使い切れないくらいある。それを少し拝借すればいい。一体何をさせるつもりだ。拝借？盗むの間違いだろ。盗っとから盗むのは罪じゃない。つまり
義賊になれとでも言うのか。俺はどうしてこんなことに巻き込まれてるんだ。何言ってる、決まってるだろう。見たこともない最高の剣、甲冑、透析機。分かった分かった。その話に乗ったとしてどうすればいい。バンホルンは港に倉庫を持っている。探してる材料はとても重い。スクルスたちも呼んでおくんだ。もう一つ、目的の木箱はアンモニアの匂いがする。どうも。おう、ゲラルト、調子はどうだ。服部から仕事の依頼だ。素晴らしい、ちょうど退屈していた。エルンスト・バンホルンの倉庫から木箱を拝借する。アンモニアの匂いがするらしい。いいだろう、バンホルンの倉庫の場所は知っている。仲間と言って周囲を探る。スタージョンの近くで会おう。よし、いつにする。もちろん日没後だ、そこで会おう。よし、準備はいいな。入り口には守衛が一人だけだ。俺が面倒見ろ。任せたぜ。俺の鼻じゃ目的の木箱は見つけられない。チョークで印をつけておいてくれ。その間に荷車を運び込んでおく。終わったらどうすればいい。倉庫から出てくれ。そうしたら俺たちが入っていく。なんだって、聞いてなかった。やべ、まあいいや。まあ、なるほど。あんだけ全部人生をかけた取引が大事だ。マジに出しゃぶりだ。おい、お前は知ってるぞ。ドワーフの旦那、こいつが詐欺師の盗っ人野郎だ。ここで会ったら運の尽きだな。黙れ、彼のことは知ってる。ウィッチャーのゲラルトだ。やあ、ウィッチャーさん。ウィッチャー、そういうことか。ドワーフの旦那、そいつの言うことを聞くな。呪いをかけてくるぞ。トロールと頭でも交換したのか。ヤーペンジグリンの友人は俺の友人だ。さあ、俺が切れる前に消えろ。今すぐだ。アブラカダブラ、ホーカスポーカス。これはこれは、ウィッチャーさん、バンホルンの倉庫で何か探し物かい。どうなんだろう。金払ってみよう。魔法ばっかだからな。いや、金払ってみよう。ヤーペンジグリンがよろしくと。ルードリンの名にかけて全部は取るな。正面に行っている間に終わらせろよ。よし、火事用の物資はどこだ。全部取ってやな。金で解決よ。金で解決。チョークでいいよ、見つける。これに違いない。金で解決ですよ。これで終わりだ。合図をしなければ。合図なんだっけ。待って、あれ、なんか始まってる。このクズめ、誰の倉庫か分かっているのか。おい、ゲラルト、こいつが服部が言ってたやつだ。クリーバーの飼い犬だ。スクルス、どうしてそんな魔術師と。ああ、なるほど、そういうことか。まったく、やってくれたな。服部の指図か。産んだ直後に殺すべきだったと奴の母親に後悔させてやる。だがその前にお前らをカニの餌にしてやろう。
義理の兄弟に手を出すな、豚野郎。殴っていいのは俺だけだ。兄弟、この北方人で床を拭いてやろうぜ。一緒にどうだ、ゲラルト。やるぞ、スクルス。テールショック。ならニルフガードも征服できそうだ、スクルス。実の兄弟のように愛してるぞ、このボサボサ野郎。仲直りしないか。もちろんだ。いい争いで得することなんてないだろう。俺を殴った野郎はどこだ。仲直りの邪魔をするつもりはないが、バンホルンはどうする。スケリッジに連れて行くよ。もうお前に迷惑はかけない。新たに事業を始めてみるかな。だがまずはハットリのところに木箱を持っていこう。ああ、俺も奴のところへ行かなくては。いや、エイブヒア。ゲラルト、無事に戻ったか。ああ、調子はどうだ。最高さ。バンホルンが去った以来、クリーバーは刀鍛冶に興味を示さなくなった。仕事場を燃やされないかと怯えながら剣を作るのはもう終わりさ。そりゃよかった。すごく嬉しいんだぞ。スクルスには世話にならなくて済むし、本当に好きなことに打ち込める。感謝している、ウィッチャー。これで特別なものを作ってくれるか。もちろん、そういう約束だ。何日かしたら新しい剣を受け取りに来てくれ。よし。くそ、死神が迎えに来たぞ。いや、エイブヒア。いや、ゲラルト、どんな用かな。剣はできたか。ああ、とくと堪能してくれ。どんな剣にも勝る獲物だ。おお、これは待った甲斐があったな。ありがとう、エイビヒア。感謝するのはこっちだ。ありがとう。なあ、作ってほしいものがある。